どうもこんにちは。はい、この間の4960のトレーラーが、こんな感じで、今、カクシェルバージョンですね。これはね、その次に R バージョンでね、組み上げていきます。 R の方はちょっとややこしくて、コンテナフルトレーラーって、まあ核の箱が乗るからこういう形状になってるんですけど、R 形状にした後に、次に、キャンピングトレーラー登録していこうと思ってます。ただですね、まあ、この車体でそれをできないので、もう同時に進行することできないので、というわけで、ちょっとこう今草を枯らしてるんですけど、はい、こっちの方も完成検査無事通って、食券ダックまで終わってるんで、まあ、こっちの方の車両でそれをやっていこうって思ってます。はい、こっちもね4960の車両になってて、まあ一番いい手頃なサイズかなとちょっと自分思ってて、いい感じですね。これぐらいであればね、ワモスも全然引けるぐらいの感じですね。6メーターの方はね、ちょっとワモス行くには非力すぎるんで厳しいと思います。うん、これは結構で、6メーターの仕様と何が変わったかというと、若干フレームがまあちっちゃいですね。あと、いつもボディ外板をアルミ複合板使ってたんですけど、もう今回から AL 材を使ってます。AL 材っていうのはアルミのね、5056とか5052とか番手があると思うんですけど、まあそれのアルマイト仕様ですね。AL アルマイトですね。はい。で、ちょっとフィルムとかついてるんで、まあこれはラストに剥がすって感じで、アルマイトなんで塩害に強いし、まあいいんちゃうかなと思ってね、やってます。うん、比較的、まあ、ボディもねめちゃくちゃ軽くて、これ実は一人で、まあ、持ち上がるぐらいの重量で、まあ、アルミ全部貼っちゃったら、まあまあ80から90キロぐらいはなると思うんですけど、まあまあ全然いい感じですね。うん、はい、実はねバイクの方も進行してて、まあ、これちょっとサブチャンネルであげますわ。またリンク貼っておきます。サブチャンネルも全然上げてなくて、もうメインチャンネルも全然上げれてなくてって感じで、はい。で、最近ちょっと動画上がってなかったじゃないですか。もうめちゃくちゃ忙しくて、そんな感じです。まあ、いろんな型取り部品とか重機の部品とか、トレーラーもそうですし、まあ審査に合格した車両の件もそうですし、おかげさまでめちゃくちゃ忙しくなってしまいました。あとですね、軽コンテナフルトレーラーがね審査無事通りましたんで、軽の方のコンテナフルトレーラーは、もうリリースできると思います。軽のコンテナフルトレーラーは完成ブレーキないやつなんで、今宮崎の方に申請している、バンフルトレーラーですね。バンフルトレーラーの方は完成ブレーキ付きの、箱型になってるんで、まあ完成ブレーキ付きがいい方はそっちを選んでもらった方がいいのかなと思います。ブレーキなしで全然いいですよっていう方は、そっちの方がまあ価格が安いんで、コンテナフルトレーラーの方を選んでもらったら、もうスワップコンテナなんで、まあ箱を自由に作っていけると。で、箱重量丸々350キロ分作れるっていうのが、メリットなので、まあ、貨物ナンバーにするとあんま重たくするとね、最大積載量減ってしまうんですけど、軽く作ればそこそこのことは350キロでできますんで、荷台も2400ぐらいありますから、そこそこのことはもうほとんどできます。はい。で、もう一個ちょっとお知らせがあるんですけど、5月の3日、いや、まあ、5月ですね。5月から、福岡工場の方がね、稼働することになりました。福岡の大野城になるんですかね。福岡工場が稼働して、まあ、そこでもトレーラーを作っていったりすると思いますし、横須賀フェリー、まあ、門司港からフェリー乗り場もな、まあまあ近いんで、そこに運搬していったりとか、神戸の人は、宮崎から神戸もありますし、福岡から、南港っていう便も行けるし、まあ
拠点がねいくつかあってる方がいいのかなと思って、また福岡もね、また紹介すると思うんですけど、まあ、あの本当に仕事のやりやり環境がもうすでにあるんで、まあ、今後はそういう感じで、まあ、またまた忙しくはなると思うんですけど、やっていきたいと思います。でこのコンテナフルトレーラーに関しては、もともとスチールの31角っていうね、ちょっと安いモデルで作ろうと思ってたんですけど、まあ、これを作った機にですねスチールの31角をもう廃止しました。というのが理由が、まあ、やっぱりシェルの重量がすごい重たいっていうので、なんぼね軽く作ったとしても160キロぐらいいってしまうので、まあ、この AL の半分以上が重量になってしまうんで、まあ、そんなことしてまで値段を抑える意味あんのかなってちょっと思っちゃって、まあ値段は高いですけど、アルミなんで高いですけど、やれることを考えると、あの絶対後悔しないと思います。あのスチールでやっちゃうともう残り350キロぐらいで仮装するんですよ。それが果たして、お客さんのためになるのかなって考えたら、僕はちょっとならないなって、ちょっと独断ですけど、なのでもう勝手ながら配置させていただいた方がいいなと思っててっていう感じです。で二軸トレーラーの方が、今審査中になってて、まあ続々とっていうか、もうラインナップとしてはフルでもう揃いました。軽から普通まで、小型普通まで全部揃いましたんで、そこからはねコンテナフルトレーラー用途だけではなくて、バンフルトレーラー登録の車両を、フルラインナップさせていきたいなというふうにね思ってます。そこからまあ二軸のバンフルトレーラーのフルラインナップとか、そうですね、まあそこまでやってればほとんどのことがもうトレーラーでできてしまうと思うんで、まあ、キャンピングトレーラーシャーシとかには逆にバンフルトレーラー登録されたものをもうすでに選んでもらうと、もう骨組みがあるので、比較的作りやすいなちゃうかなというふうにね思います。まあ何もね中まで全て依頼する必要がないので、あの自分でやりたい人もたくさんいると思いますから、まあ、そういう遊び心をね持たせてあげた方がいいのかなと思って、バンフルトレーラーにして、もうキャンピングトレーラーというものは、リリースしてないですね。以前にお話ししたあのハッピーソラっていうモデルと、小型のキャンピングトレーラーのみがもううちで作ろうと思ってるんで、まあ、それ以外に関してはもう基本的にお客さんが自分で仮装して楽しんでもらう方が自分ええと思ってるんで、そんな感じでちょっとバリエーションがね増えていくと思うんで、今後ともまたよろしくお願いします。ちょっとなかなかコメント返しが最近できてなくて本当申し訳ないんですけど、まあ、そういうことで、どんどん新しいチャレンジして、いきたいと思います。また福岡の方は福岡で作業風景を載せると思うんで、またその辺も楽しみにしていてください。南九州も行きますし、ここの日南も、もう近いうちに動力が入ってくるんですけど、こっちでももう大きな仕事がそこそこできるように なりますから、あとはあと向こうの、ね、向かい側の草が無事枯れてくれれば、全部はつって、コンクリートを入れていくって感じで、日南第二工場ですね、向かい側が。でここはもうあのこの通り広いんで、あのちょっとこう大きなね建屋を建てて、その中に今トレーラーを随時入っていくようなあの貫通工場みたいなね感じでイメージしてて、あとまあ一部分ちょっと展示場にしたいなと思ってるんで、まあ宮崎ってなかなか遠いから遊びに来る人っていうのは難しいと思うかもしれないんですけど、まあいつ来てもゆっくり見れるようなスペースはあの綺麗に作りたいなというふうにね思ってます。多分順番的に先に事務所が建つと思います。あのコンテナ事務所みたいなのを作るんで、まあ、そこに事務所を作って、もちろんタイヤで 登録されてるトレーラーの上に乗せた事務所ですね。あのなので、まあ、その後に工場という感じでなっていくんかなというふうに思います。まあそんなことで今回はこんな感じの動画でした。とりあえずめちゃくちゃ忙しいですね。頑張ります。ありがとうございました。